信仰のの防衛と帝国の平和を旗頭に結成されたカトリック系両方国家による同盟。フランスにおけるカトリック同盟に反を取ったが、同同盟ほどに硬直ではなく、当初はプロテスタント同盟の政治的対抗組織として活動した。しかしながら、住民レベルにおけるカトリックプロテスタント両教との対立が高まるようになり、ついには、 1618年5月23日、プラハ、総外投的事件が発生。両者の対立は頂点を迎え、30年戦争の第一段階である、ボヘミア・プハルツ戦争へと至る。第一回シュパイアー帝国議会を確認する形で、1555年、アウクスブルクの和議により、ドイツルター派とカトリック両方諸国は、戦争を終結させた。同和議は、 以下の事項を定めたすなわち、ルター派かカトリックのいずれが選択した両方の、住民は、両方のそれと異なる宗派の信仰を維持できないこととなった。同和議により、国内の宗教的対立は一時的に沈静化した、ものの、根本的な解決とはなっていなかった。新旧両勢力とも和議の内容を都合よく解釈し、 特にルターン派は、それを暫定条約に過ぎないとみなしていた。さらに、ドイツにも、カルバン派が急速に拡大し、第三勢力を形成しつつあったが、アウクスブルクの和議はこれらの勢力を想定したものでは、なかった。カール・フォン・ピーロティが、カトリック連盟の結成1606年4月25日聖マルコの、非、バイエルンの帝国自由とシドナウベルトにおいて、5人の、 僧侶に引きられたカトリックの集団が、隣接するアウゼスハイムに向け、旗を掲げ、賛美歌を歌い替いを通り抜けようとした。その時、同志の多数派であるルター派の意を受けた、競技員が、同志の規約を示しこれを禁じ、旗を下ろし歌うことを禁じて、街を通らせるという事件が発生した。アウクスブルク司教の抗議を受け、神聖ローマ皇帝ルドルフ二世は、以後、 カトリック教徒の権利を侵害するのであれば、帝国アハト系を適用する、旨、同志に警告した。しかし、翌年も、同様の対立が起こり、聖マルコの祝祭の行列は締め出された。レドルフ二世は、同志に対して、帝国アハト系の適用を宣言し、弟である、バイエルン公マクシミリアンに執行を命じた。バイエルン公の軍を前に、同志は、降伏。 帝国法によると、懲戒処分は、カトリック教徒のバイエルン公ではなく、同一のクライスに属するビュルテンベルク公により、執行されるべきものであったが、マクシミリアンは、事実上、この帝国自由都市を接収してしまった。同年、アウクスブルク帝国議会において、議会の多数派を占めるカトリック側は、1552年以降占有された、教会領の回復を条件とした。 アウクスブルクの和議の修正案を受け継ぎした。この動きに対して、1608年5月14日、プロテスタント側の諸公は、プファルツ選定校、フリードリヒ4世を名手として、プロテスタント同盟を結成した。これに対抗して、マクシミリアン1世は、カトリック諸公に同盟を呼びかけ、翌1609年7月5日、聖職者である選定校らは、 マクシミリアン一世に賛同することを表明し、賛同者を増やしていった。同月中に、アウクスブルク市教領、コンスタンツ市教領、パッサウ市教領、レーゲンスブルク市教領及び、ビュルツブルク市教領の代表者がミュンヘンに召集された。一方、反対の意を表していたザルツブルク大市教領には、声がかからず、アイヒシュテッド市教は、参加を躊躇していた。同月10日、 カトリック信仰の防衛と帝国の平和のための同盟が結成されることが決議され、カトリック連盟が組織された。この同盟の最も重要な規制は、加盟者相互の闘争の禁止であり、紛争解決には闘争に変え、帝国法によるか、法が走行しない場合は、連盟内の調停により解決するというものであり、それは、 ある加盟者が攻撃された時は、相互に兵を出して援助をするか、司法上の支援をするというものであった。マクシミリアン一世が主座となり、アウクスブルク司教、パスサウ司教及びビュールツブルグ司教が顧問となった。ただし、このミュンヘン議会は、連盟の体制づくりには失敗している。6月18日、先帝公であるマインツ大司教、ケルン大司教及びトリーヤ大司教は、 二万名の兵を編成することを提案した。彼らはマクシミリアン一世を連名の長とし、8月30日にマインツ大司教を共同取座とした民ン合意に従うことを宣言するという構想をしていた。体制づくりのため、いくつか会議が開催された。翌年2月10日には、オーストリア大司教とザルツブルク大司教を除く、主だった。 司教領の及び数多くの小規模の司教領の代表がビュルツブルグに連盟の組織、資金、軍備に監視決定するため集った。これがカトリック連盟の実質的な開始である。マクシミリアン一世から知らせを受けたローマ教皇、神聖ローマ皇帝及びスペイン国王は進んで協力することとした。連盟の問題は準備不足であり、 同年4月になっても資金は支払われず、マクシミリアン一世は辞任の危機にあった。これを避けるため、オーストリアに従った役割を期待されているスペインは、マクシミリアン一世の責任を問えるという条件を放棄したし、教皇はさらなる援助を約束した。ユーリクレイ継承戦争とアルザスにおける、1613年、レーゲンスブルク帝国議会において、 オーストリア大公国が連盟に参加した。こうして連盟はマクシミリアン一世、アルブレヒトオーストリア大公及びオーストリア大公マクシミリアン3世の3人の指導者を迎えることになった。連盟の目的は今やキリスト教社会の合法的防衛となっていた。オーストリアの参加は連盟に皇帝とボヘミア及び帝置オーストリアの プロテスタント諸公との対立をもたらし、それは30年戦争の開戦の前哨となった。バイエルン公マクシメリアン1世、オーストリア大公マクシメリアン3世、マインツ大司教及びトリーヤ大司教がアウクスブルク司教とエルバンゲン修道委員長をバイエルンの幹部に迎えようとするのに抗議したのに対し、マクシミリアン1世はレーゲンスブルクの決議を受け入れることを拒否し、 連盟における地位を辞任した。そして、1617年5月27日、バイエルン公国は、バンベルク市協領、アイヒシュテット市協領、ビルツブルグ市協領及び、エルバン原修道院領と別の同盟を組み、その状況が9年間続いた。1618年末になって、ボヘミアとオーストリアにおける皇帝の地位はだんだん、危うくなってきた。支援を求め、 皇帝は連盟を再行しようとし、聖職諸公の会議が何度か行われ、当初の目論みで再行することが決められた。こうして、ライン流域を中心とするマインツ大司教が代表するグループと、バイエルン公に率いられた高知ドイツのグループの二つのグループが連盟内に発生し、これらは軍組織も財源も意にしていた。マクシミリアン一世が全軍を統括できるのは、 ライン地方で統率を取る時のみであった。同年、ボヘミア王でもあった新生ローマ皇帝、マティアスの死後、フェルディナント2世が、ボヘミア王も合わせ後を継ぎ、1619年8月26日、及び27日フリードリヒ5世が、国王に就任した。皇帝選挙後、フェルディナント2世は、フランクフルトにおいて、聖職者皇に対して、支援を持ちかけた。 こうして、ようやく、不評2万1000人、騎兵4000人による軍団が構成された。このうち、7000人は、ビュールツブルグからの支援を得たバイエルン公国からの、軍団であり、最大勢力であった。指揮官には、ブラバント公の一族である、ティリー・ハクヨハンセル・クライスがついた。1620年7月3日、カトリック連盟の3万人の軍勢を前に、1万人、 ほどの兵力であったプロテスタント同盟は、オーストリア・ボヘミアにおける停戦に合意した。白山の戦い同月中に、軍団は、高地オーストリアに移動。1620年12月8日、プラハ北方における白山の戦いに、ティリーハクは勝利し、味方の被害を700人に抑えながら、敵の半数を殺戮内し捕獲した。皇帝は、ボヘミアの支配を回復し、 30年戦争の初戦は、カトリック連盟の優勢に終わった。ボヘミア戦争終了後、連盟の軍団は、中部ドイツで戦った。しかし、1622年4月27日、ミンゴロスハイムの戦い敗戦後は、スペイン軍と共闘を組むようになり、5月6日、バーデン・ドゥルラフ派変共迫とのビンプ編の戦いに、勝利する。これらの勝利の後、 11週間の包囲の後、9月19日プロテスタント同盟の本拠地である、プファルツ選定公領の首都であるハイデルベルクを占拠、結果、フリードリヒ五世は30年戦争から手を引くこととなった。プロテスタント側は、クリスティアン・フォン・ブラウン・シュバイク・ボルフェン・ビュッテルが別の兵を挙げたが、シュタットローンの戦いで1万5千の兵のうち1万3千を失うという大敗を期した。 この大勝利によって30年戦争におけるプファルツキ、つまりプロテスタント反乱の時期は終わった。ティリー・ハクヨ・ハンセル・クライスその後、1625年、デンマーク・ノルウェー・オー・クリスチャン4世がプロテスタントとしての心境上の立場と北部ヨーロッパでの派遣を求め参戦し、30年、戦争は新たな様相を呈する。 1626年8月26日及び27日、連盟軍はデンマーク軍トルッターの戦いを戦い、デンマーク軍はおよそ6000の兵を失い、2500の捕虜を出すなど、連盟軍の大勝利となった。この敗戦とバレンシュタインに対する敗戦により、デンマークは1629年5月にリューベックの和役を締結し戦線より交代。 カトリック連盟は、ドイツ全土を影響下に置くなど、その前世紀を迎えた。しかし、帝国の派遣の危機は、1630年スウェーデンを、グスタフ・アドルフの参戦によりもたらされた。グスタフ・アドルフは軍を、ポメラニアに上陸させ北部ドイツの諸公と同盟を、組もうとしたが、連盟軍はスウェーデンを支援するマグデブルクを1631年3月20日から2ヶ月、包囲。 5月20日までに累計して4万人の犠牲者を出した。この虐殺は日攻めによるもので3万人の住民のうち2万5千人が犠牲になっている。この虐殺は味方を含めた多くの諸公の反発を招き、日和り目気味であった一部の諸公を反皇帝勢力に走らせることになった。ティリー博が命じたものであるかは不明である。マグデブルクはエルベ川流域で、 戦略的に重要な都市であり、スウェーデンに対する補給拠点であった。したがって、破却ではなく占領するのが戦略的に当然の行動であったはずである。皇帝側の内部対立もあり、1630年、フェルディナント2世はバレンシュタインを解任した。そうして、カトリック連盟は皇帝の管理下に入ることとなった。1631年ブライテンフェルとの戦いで、 ティリー博に率いられたカトリック連盟はスウェーデン軍に敗退する。翌1632年、両者はデヒ側にて開戦し、ティリー博は負傷。主導権はカトリック連盟からクスタフ・アドルフが率いるプロテスタント同盟に移った。バイエルン公国の首都であるミュンヘンすら占領され、以降、カトリック連盟は戦争において重要な位置を占めなくなった。 1635年5月30日、内戦を終結させるべく新生ローマ皇帝、フェルディナント二世と帝国内のプロテスタント両方の大部分との間で、1629年に発布したプロテスタントの権利を圧迫する復旧令を取り下げて、1627年12月12日に再確認されたアウクスブルクの和議の体制に戻すというプラハ条約が締結された。 この条約で諸国間の同盟が禁じられたためカトリック連盟も消滅することとなった。この条約は諸国間の戦闘行為を終結させただけでなく、君臣信教一致の原則または両方協会制度が帝国内で確立することにより、宗教が国家間の紛争の原因となることが終焉した。ありがとうございます。